こんにちは。縁語ろうチャンネルです。氷川きよしさんや山内圭介さんが出演された真心募金コンサートが17日に開催されました。その模様が11月にテレビ放送されることも決定しております。その内容をまとめてお伝えしていきます。皆様の感想やコメントをお待ちしています。皆様でコメント欄にて盛り上がっていただければ幸いです。歌手の氷川きよしさん、山内圭介さん、坂本冬美さん、五代夏子さんら19組が17日東京NHK ホールで行われた第19回虹の架け橋真心募金コンサート新しい時代へ歌い継ぐ日本の名曲に出演。開演前には報道陣の囲み取材に応じました。日本音楽事業者協会が主催する同コンサートは2001年に発生した三宅島大噴火による被害に対する支援をきっかけに、音楽を通じて被災地の皆様を元気づけ励まそうという趣旨でスタート。以来災害救援と環境保全という2つのテーマを軸に毎年開催され、今年で19回目を迎えました。氷川さんは日本中に大きな被害をもたらした台風15号、19号などの自然災害に触れ、被害に遭われた皆さんに心からお見舞い申し上げます。自然災害でたくさんの方が被害に遭われて、ニュースを見ていて恐ろしいなと思いました。お亡くなりになられた方、行方不明になられた方々のご家族のことを考えると本当に胸が痛くて、自分たち歌手は歌を届けて少しでもお役に立って皆さんが元気になってくださったらいいなと深く思っていますと歌で支援することを誓いました。初出演の山田太郎さんは、台風などで大きな被害を受けた人たちを念頭に、我々団塊の世代がすごく苦労をしていると聞いています、歌声で少しでも勇気づけたいと被災者にエールを送り、五代夏子さんは、飛んでいって泥をかきたい思いですと被災地に思いを寄せました。コンサートでは若手からベテランまで19組の出演者が自身の楽曲のみならず、没後30年を迎えた美空ひばりさんの名曲などを披露。最後は本公演のテーマソングである唱歌ふるさとを全員で合唱しました。この模様は NHKBS プレミアムで11月3日午後7時30分から90分にわたり放送予定となっています。
いかがでしたでしょうか。和心募金コンサートテレビ放映とっても楽しみですと感じましたら、高評価グッド評価で応援してください。ご協力よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。